アロー、山元中。今日はですね、えー、以前、あのー、僕の直の、えー、数少ない後輩、三人いるというね、えー、話の中で、上山の、えー、話をしたんですけども、今日は、その上山とほぼ同期なんですけど、ちょっと後にね、入った、えー、松井、えー、松井大二郎、ああえー、インターの時は途中で、 松井俊介というね名前に、えー、改名しております。そんなあの松井大二郎の、えー、とのですね思い出を今日は、えー、お話ししたいと思います。お付き合いください。えー、松井がですねあのー、確かあのー、国際武道大学から、えー、柔道のね、えー、強い国際武道大学から柔道をやってて。 リュインターに、えーね、テスト受受けてててかって入門ししきました、えー、私よりもちょっと松井の方が23個確か年は上だったと思います、えー、それなんですがあの、まあ、まあ僕の3年後輩なんで上山松井も3年後輩になりますんで、まあ、一応、まあ、後輩ということになるんですが、えー、武道大学から来てるんであの柔道をですね あの柔道が強い、確か4段だったかな、町がね。で柔道が強いということで、あの僕はですね、あいい後輩来てくれたなと、ちょっとこう、ね、練習相手にね、あの本当にあの飢えてましたんで、まあ、上山が入ったとはいえ、上山が例えば、高田さんとかの月き人をやるようになると、今度僕はあの、 体は開くんですが、練習するね、人間が必要になるんで、えー、そんな時にあの松井が入ってくれて、ちょっとね、あのー、実は、青よし、これでね、強くなれるってね、ちょっと思って、喜んだ記憶が、まあちょっとこう期待した記憶がね、あったんですけど、まあ松井が入門したですね、とにかくこの、 僕が使いたかったんですけどもいろんな先輩たちにこう使われて、えー、まあこうねもう大変な目に遭ってたんでなかなかこの松井を使うということがうんね金原さんや高山さんやいろんな人にこう松井が使われてたんでちょっと僕もな,なかなか松井を使ういうことができなくて、えー、まあ一緒にね練習したかったんですけど。 ちょっとそんな感じで、あのー、まあ松井がせっかく入ってきてくれてるんだけど松井と一緒に練習できない状況が、えー、あってそれをすごい印象に残ってるんですけどそんな、えー、矢先にですね、まああのー、松井が高田さんの付き人をやる時が来たんですよね。 で高田さんの付き人をやった、まあ、上山も最初そうだったんですけどこうとにかくすごい飲むんで高田さんのもう飲みの構成ってすごいんでブ、えーまあ、武道大学出て大学からこう来てるって印象からすると僕の中では酒飲み酒大学生って酒すげえ飲むようなね 印象があったんですよね桜庭さんとかもそうですし高山さんもやっぱり、えー、と大学出てる人っていうのはやっぱり手法が僕の先輩に多かったんで、うん、酒飲む飲めるんだろうなと思ってたら全然飲めなくてで高田さんの付き人をついてすぐにこうねあの一回されてしまってで えー、上山も頼りない、松井も頼りないってことで、僕がまた高田さんの付き人をやんなきゃいけないということが、えー、結構あったんですよね。で、松井をしっかりしてくれよと、上山もしっかりしてくれよというような、えー、心象があって、で、まあ、そう、まあ、それはそれでしょうがないんですけど、まあ、高田さんの飲みの構成はすごいんでね。で、 まあ松井はその後ですねまああのガッツはすごいやっぱりあるんでえなんとかそのいろんな先輩のねえちょっと陰湿な可愛がりでも何でもこうね頑張ってやってましたよ。特にあの金原さんからはだいぶあのいろんなひどい目に遭って得たようなところがあったんですけどでも松井自身もちょっとこうねあのまあ えー、抜けてるところがあるんで、やっぱ松井も悪いところもあるんですけど、それにしても結構いじめられてましたね。で、上山なんかはまだ容量がいいんで、可愛がられる。前回も僕、えー、動画で話したと思うんですけど、あのー、基本可愛がられる優等生タイプなんですよね、上山はね。で、ある事件までは僕もすごい可愛がってましたし、うん。 で、上はもう、小ずるいとこがあって、全部雑用を松井に押し付けてたらしいんですよね。それで、未だに松井はその時の、その、あの、ひでえ目にあったこととかを、ちょっと恨んでる的なところがあって、あの二人は今こうね、今でもこうダメなんですけどダメなんですけど、え、まあそんな、こんなで、松井となかなかその、 一緒に練習して強くなりたいと思っても、なかなか雑用が大変で雑用に追われて、で、みんなにこうね、あのー、可愛がられるんで、あのー、なかなか松井の、と練習をして強くなるってことはできなくて。 ただですね、みんなにこねくれまわされてるんで、松井はですね、持ち前のガッツと、やっぱり武道大学やってて柔道のね、ベースもありますから、あの、ディフェンス力はもうどんどん高まっていったと思うんですよね。 うん、だから、後にですね、プライドとかにこうね、出るようになっても、うやっぱり桜庭さんと同じぐらいの強豪とみんな当ててもらってきてるけど、大体松井判定まで行くんですよね。勝利はできないにしても判定まではね、あの、行くんで、やっぱその、昔こう、みんなにこう、いじめられてた、その、ね、この中でこうね、あの、培った、あの、 ディフェンス力っていうのは生かされてるのかなとだけどやっぱりですねそういうのがあんまり多いとオフェンスをね今ここで行かなきゃいけないって時になかなか行けなくなっちゃうっていうねだから松井を僕が見た時にああのいじめすぎるのも良くないなと。 えー、自分は思いましたねだけど、あのー、他の先輩から言わしたら僕が松井をいじめてると僕の松井への,あのいじめが、あのーね、あの半端ないとでそれを、えー、見て俺はあいつの後輩にならなくてよかったみたいなこと言う人たちもいるんですけどでもそれはちょっと違くて僕は松井がみんなにあまりにもこういろんなこと言われすぎて。 ちょっとこうねあのー、まあ瞑想みたいな感じになってる時に、えー、僕はその真逆のことを言って怒るんですよねこういうことをやっていいか悪いか分かるだろうと、えー、世間一般的にね社会常識としていいか悪いかだと業界としてはそういう風習があるけど、えー、世間一般的にはお前これダメだろうとっていうような。<laughs> 時に僕は、えー、怒ってた記憶があるんですけど、それがまあまあその先輩たちから見ると剣幕だったのかもしれません僕からしてみたら他の先輩たちが松井に、えー、叱りつけるようなことの方が、えー、っていう、まあちょっとかわいそうだなと思うことはいっぱいあったんですよね。まあだからとにかく松井っていうのはそういう僕の中で、 ちょっとかわいそうなやつだなっていう印象がすごいあって。んで、上山の事件があってから僕は、その、なるほどと思って松井に優しくなったと思うんですよ、僕は。うん、確か。うん。で、それで上山にちょっと厳しくなってみたいな。で、そっから松井のことを結構立ててたような気がするんですよね。うーん。 まあそんな感じですね。あとゴールデンカップスの、えー、僕らはゴールデンカップスでバーってやってた時に、あの、松井がゴールデンカップスの最初で最後の付き、えー、人なんですよね。ゴールデンカップスの第1号付き人、最初で最後の付き人。大体いいね、フロントの人がね、よく付いてたんですけど、選手として、えー、後輩としては松井がね、えー ついてましたあれはデビュー前からついてたのかな松井がちょっとその辺定かじゃないんですけどうんまあとにかくですねあの結構面白いやつであのこの世界に入る前に、えー、ちょっとやらかしてることとかあってでそ,ういうそういうのも「お前それお前犯罪だよお前!」とかつってって,てでも。 なんかそういうのなんかね、あのー、やっぱ大学生ってこんな感じなのかなとか思いながら、えー、僕はちょっと、えー、まあ、松、ま、<laughs> まあみんなに怒られてた印象はありますけど、僕は、まあ松井と実はまあ練習したかったと。あと、あのーん、プライドの時にですね、元を正せば僕、高田道場に、あのー、 桜子さんんの次に誘われてたんですけど僕はまあまあ動画でも前に言ったと思うんですけど丁重にお断りして高田さんのあねとこに行かなかったんですけど。で まあその後松井とかねあの僕は、US、リングス行ってその後 USC 行ってって USC にこだわってこうやってましたけどやっぱりこう最初こう、えー、僕は断ったんですけどあの松井とか豊中ってもう一人松井の下にねいるんですけどはやっぱりあのお願いしたいですっていうような話を田川さんに、えー、帝国ホテルのラウンジだったかなであの時話してたの。 タガさんとね、あの、1対1でね、話したんですよね、えー。返事聞かせてくれってことで。で、僕は、キングダムの契約残ってたんで、いや、僕は契約満期まではあの考えられないんですっ,つって。で、まあ、タガさんに、まあ、それは相当、タガさんには恩があるんですけど、えー、もう5年も世話になってるんで、えー、そろそろ、ね、あの、独り立ちしたいと。で、自分の足で、 えね、歩きながら力つけてっていつか高田さんとビッグビジネスができたらありがたいですとでもし、えー、もしかしたらその道の途中でやっぱりマッチメイクとか試合とかで困る時が出てくると思うんでその時はあのお願い、えー、で,きますできますかという話をね、えー、した覚えがあってで松井と豊永をお願いしますっていうような僕はあれですけどお願いしますってことを言った記憶があるんですよね。で 松井はそれであの高田道場に呼ばれて行ってるんですけど高田道場でいい選手といっぱい試合その後プライド時代ねえー、プライドでいい選手といっぱい桜庭さんのと同じぐらいのねあのいろんな選手とやられてるのを見て僕はですねあの正直ある時ちょっとこうねあの僕が目指す方では結構こう。 宿泊、僕もね、やっぱね、苦労したんでね。まあ、それが、あの、後悔はしてないんですけど、いい経験になったんでいいんですけど、やっぱこう、純粋にファイター、選手として考えた時に、松井の置かれてる状況っていうのは恵まれてるし、いいなと、やっぱり高田さんについていくべきだったかな、なんていうのをちょろっとね、あの、松井の扱いを見てて、えー、後悔じゃないんですけど、羨ましいなと。 えー、自分でこう高田さんにす進めてるくせに自分ではその松井の活躍やそのね扱いを見てああ羨ましいなっていうね思いありましたねで高田道場にも僕出稽古にちょいちょいこう行っててでまああの練習終わったらあの食事もね一緒にこの,あの桜川さんや高田川さんや松井と高田道場で食事をね、えー、したりしたこともありました。 でその時なんかも、ああ、なんか、前よりなんか練習に集中できて、キングダムとかね、まあ、あの、ユインターとかの時代よりも練習に集中できて生き生きしてるなと、まあ、いいなってね、思ったもんですね。うん。まあ、それからまた年月が過ぎて、今、ね、えー、プライドもなくなって、えー、高田道場からも松井は去って、いろいろプロレスをちょいちょいやりながら、今、<laughs> ね、 えやってると思うんですけどこの去年僕も YouTube 始めてしばらくしたら松井が YouTube やってるよとあのファンの人から教えてもらってで松井のチャンネル見たらあのね素敵な奥さんをもらってたみたいで良かったなと何かの大会で会った時はあのー またなんかあの、こっちの件でもあの、いろいろあったみたいで、あの、ぶつぶつ言ってたんで、あの、心配してたんですけど、あの、いい、あの、ね、奥さんに出会えて、え、よかったなぁなんて思ってたら、YouTube ね、あの、途中で <laughs>、やらなくなっちゃったんで、あどうしてんだろうなぁと思ってたら、なんとグレードに、ね、え、入団したというね、ことで、まだ頑張ってるみたいなんで、 えー、僕はとりあえずですねあのー、うんあの <laughs> まああのー、まあ元気でねやってればいいと思うんで、えーまあ、これからもね松井、ま、には頑張ってもらいたいなと、えー、思いますねまだ子供はいないのかなうんまあとにかくね夕日の時にめちゃくちゃしごかれて。 えー、鍛えられ、あの、変なとこを鍛えられて、あの、ディフェンス力が <laughs>、めちゃくちゃ高い、えー、ね、男なんで、えー、奥さんが、今日、奥さんがね、ちょっと怖そうでしたけど、あの、まあ大丈夫でしょう。<laughs> なんかちょっとまとま、まとめられないんだけど、まあそんな感じで、あの、松井との思い出は、 えー、こんな感じでございます、うん、で今グレードでねまた頑張ろうとしてますんで、えー、皆さん是非、えー、松井をね応援してあげてください、えー、僕の数少ない後輩直のね後輩のね一人なんでねちょいちょいね会うんですよねなこの松井とさ一番会ったのはね、えー、あれは キーライドだったかな最後にあったのはうーんか金原さんのラストマッチだったかなどっちかですねあったのね、うん、で上山は安城さんの引退試合の時あったんですよねあいつらバッティングしないんですよね <laughs> いつかねあ,のあいつらも一緒にねあのリングに立てるリングがねあのできたら 作れたららいいいなななんてね思いながら、えー、じゃあ今日は、えー、今日の話はこれぐらいで <laughs> 全然まとめられない <laughs> まあ、とにかくあの皆さん松井大二郎、あのー、私にとってあの大事な後輩なんで、えー、上山智どもね、えー、よろしくお願いいたしますまだ頑張ってるみたいなんでね応援してくださいそれでは今日の動画は以上となります じゃまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。うん。松、ま、井。